あの有名動画投稿者の姿が完璧に変化してしまった。有名ってどのくらい有名？確かに有名の基準が難しいけど、マイクラプレイヤーなら誰しも知っている。そんな動画投稿者です。海外のマインクラフトやYouTuberさんかな？海外のハンターと逃げ一人のオーバーワールドで鬼ごうする。もうみんなわかったかな？私はなんとなくわかったかも。まさかドリームさんかな？その通りで、彼の都市伝説版。こちらが今回の都市伝説ドリームとなっておりますが、一体何を？見た目は普通のドリームと全然違う感じがするんだけど。見た目が全く違うし、ハンターは彼ではないのに、彼が普通のプレイヤーを倒す側に回ってしまったのが彼の姿。海外の発見映像を一緒に見ていきましょうか。彼は一体何をしてくるのか。彼らはいつもと同じようにハンター対ドリームの鬼ごうしていた。しかし、ドリームはハンターに倒されてしまい、何かが生まれる。そして、ハンターとドリームの立場が逆転してしまったのである。マジかよ彼が。あくまでも都市伝説。信じるか信じないかは視聴者さん次第です。彼は元ハンターたちを一人ずつ簡単に襲っていきます。ドリームはいつもとは何か違う姿様子をしているのである。実際、ドリームは何か隠している、もしくはただの嘘。何かハンターに恨みを。彼は一体何を持った人物なのか。